怖くて黙らないけど別れの時など同じように生きたの。うがりょうチャンネル、皆さんこんにちは。うがりょうです。先輩です。うがりょうチャンネルです。この動画はどんなに歌に自信がなくてもたった15分で歌が上手くなってしまうという動画になっております。そして隣にいる先輩、歌の上手さ世界平均の男なんですが、この先輩をどうにかこの15分で上手くしていこうと思います。そして今回挑戦していく曲なんですが、オフィシャルヒゲダンディズムさんのアポトーシスになります。アポトーシス聞いてどうでした？あ、俺に聞いてんの？はい、びっくりした。視聴者の方に投げかけたのかと思って。いや、聞いてます。俺に聞いてます。誰も帰ってこないですよ。そう、だからこれどうすんだろうな。ちょっとバチ。いやー、なんか壮大な、ちょっと深いよね、テーマがね。なんか私初めて聞いた時、これなんかちょっとうるっときちゃいましたもん、ね、あら、あら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 。いや、そうなんだなと。そうなんだなと思ったらいいんですか。そうなんだなと思う。迫り来る別れにね、どう立ち向かっていくのかね。迫り来る別れに立ち向かったことってあります？迫り来る別れに、だいたいなんか立ち向かうのが終わることがある。立ち向かう前に終わるんですか？あれみたいな、終わってたね。終わってたね、うん、始まってたんですか、それ。なんかね、始まってすらない疑惑は。始まってすらない疑惑は。キーはですね、これもちょっとあの大変申し訳ないんですが、三下げで、はい、マイナス3で。それでは歌いきましょう。スタート。うがりょうチャンネル。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでだり。こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったね。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでだり。こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったね。ふざけてますね。大真面目。大真面目。大真面目よ。びっくりした。ふざけてないよ。なんでよ。いや、なんかふざけてんなと思って。なんで先輩ってなんかもう訪れるべき時が来た。こんな花摘み住んでるんですかっていいじゃん、花摘み。悲しい始まりなんですよ。なんかでもなんかすごい悲しい感じの歌じゃなくて、あー、ついに来ちゃったねみたいな感じの始まりで歌ってほしいんですよね。なるほど。どこか達成感と喪失感を持って最初の部分はぜひとも歌っていただきたいんですね。訪れるべき時が来た。もしその時はっていう感じ、うん、で、来た。釣れるべき時が来た。たをもう少し強調してあげると多分すごい悲しすぎない感じが出ると思った。だけどその後、もしその時はかな、ちょっとこう深い感じだね、うん、もしその時はって深いところから、もしって深くてその時広がってる感じ、うん、はで、悲しまないでダーリンはやっぱ悲しまない、隣の人に語りかけるような、いう人に語りかけるような感じで歌ってみましょう。悲しまない、しも大事です。なんかここ多分結構抜かしがちなところで悲しまないとかってやっちゃうんですけど、うん、悲しのし、悲しまないでだーり。もう一回それで意識してみましょうか、うん、せーの。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでだーり。おお、よかったよかった。じゃあその話を、まあ、せーの。こんな話をそろそろ
しなくちゃならないほど素敵になったね。うん。で、ここはいいんですけど、雰囲気良かったです。うん、一文字一文字をしっかり大切に歌っていきましょう。うんうん、で、この、こんな話はまだ良かったです。うん、もう、そろそろ、そろそろ、そろそろ。そう、本当にそろそろって感じ。はい、こう、そろそろって歌うんじゃなくて、そろそろ、そろそろね。うん、そろそろ、しなくちゃならないほど、しなくちゃならないほど素敵になったね。で、種が、種、なったね。なったね。そう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 。種だね。種。なったね。せーの。こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったね。おー、とても良かったですね。はい。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでダーリン。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでダーリン。恐るるに至る将来にあんまりひどく怯えないでダーリン。そういった私の方こそ怖くてたまらないけど、の恐るるに至る将来にあんまりひどく怯えないでダーリン。そういった私の方こそ怖くてたまらないけど、うん、まず最初のところは恐るるに、恐るるに至る将来に、恐るるに至る将来に、恐るるに至る将来に、で、あんまり、ここもさっきのもしその時はと同じように、あんまりひどく、あんまりひどく、あんま、そう、イメージはそう、イメージはそう、で、あんまりひどく、あんまりひどく、そう、はい、せーの、あんまりひどく怯えないでダーリン。そういった私の方こそ怖くてたまらないけど、オッケーオッケー、ここのポイント、怖くてたまらないけどですね、うん、の方こそ、怖くてたまらないけど、前に世界観が広がってる感じ。次がさよならはいつしか確実に近づくっていうところにつなげていくのに、サビに近づけていくのに、こう怖くてたまらないけどさよならはいつしかっていう風につなげていきたいので、どんどん開いていく感じですね。はい、 OK ですか。せーの。そういった私の方こそ怖くてたまらないけど、 OK。 さよならはいつしか確実に近づく、落ち葉も空と向き合うセミも私たちと同じ世界を同じように生きたの。さよならはいつしか確実に近づく、落ち葉も空と向き合うセミも私たちと
同じ世界を同じように生きたの。うん、上手だね。あら、ありがとうございます。とても上手で、ここのサビのポイントなんですけど、このさよならはいつしか確実に近づくの部分をしっかりグラデーションをつけて歌ってると思うんですね。まずさよならにかけてちょっと強くしていく。さよならはでちょっと強い、最後強く、はいつしか確実に近づく。OK、はい、やってみましょう。せーの。さよならはいつしか確実に近づく。もうとても良くないです。その強さのままに、すく落ち葉も空とって、うん、で落ち葉も空と向き合う、セミも向き合うってやっちゃうんですけど、しっかりあ青をしっかり発音しないと多分埋もれてしまうので、埋もれないように気をつけてください。じゃあここ行ってみましょうか。せーの。さよならはいつしか確実に近づく、落ち葉も空と向き合う、セミも私たちと同じ世界を同じように生きたの。とても良かったですね。すごいとてもグラデーションつけられてましたね。皆さんぜひ気をつけていただきたいのは、ちたちと、こう、とをこう、ちょっとこう、ふわっと、うん、ふわっとこう、浮いてる感じで歌ってあげるというか、ね。私たちと同じ世界をっていう感じですね。で、同じように生きたの、うん、同じように生きたのじゃなくて、しっかりイを発音したい。同じように生きたの。 OK、 はい、はい、せーの。さよならはいつしか確実に近づく、落ち葉も空と向き合う、セミも私たちと同じ世界を同じように生きたの。素晴らしい。ありがとうございます。今宵も鐘が鳴る方角はお祭りの後みたいに静まり返ってる。なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。の。今宵も鐘が鳴る方角はお祭りの後みたいに静まり返ってる。てる。なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。はいはいはい。まあ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 悪くないんですけど、うん、まあまずここちょっと難しいんですよ、もうそもそもが、うん、なんでここはちょっと要練習です。ここは単純にで、お祭りのお祭りのり、お祭りのり、お祭りの後、祭りの後みたいに、うん、ここがアクセントになりますので、はい、でその後静まり返ってる感をやっぱ出してほしい、うん、とみたいに静まり返ってる、うん、これを意識してやっていきましょう、はい、せーの。今宵も鐘が鳴る方角はお祭りの後みたいに静まり返ってる。よかったです。あ、よかったです。ここは今宵も鐘が鳴る方角と一緒で、ここ音程しっかり覚えた方がいいですね、うん、まあよく聞いてよく練習するしかないですね。ちょっと歌ってみてください。せーの。なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る、うん、ポイントがをつけるとするならば焦るかな、うん、私たちは焦る焦る、うん、焦るじゃなくて焦る焦る、そう焦ってる感じ、うん、そこまで まとめていきましょうか。全部せーの。
なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ、焦ってたね。焦ってた。通していきましょう、はい、せーの。今宵も鐘が鳴る方角はお祭りの後みたいに静まり返ってる。なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。すごい上手だった。よかった。よかったです。今宵も鐘が鳴る方角は、お祭りの後みたいに静まり返ってる。今宵も鐘が鳴る方角は、お祭りの後みたいに静まり返ってる。てる。うがりおチャンネル。似た者同士の街の中、空っぽ同士の胸で今、鼓動を強めて未来へとひた走る。別れの時など、目の端にも映らないように、そう言い聞かすように。せーの。似た者同士の街の中、空っぽ同士の胸で今、鼓動を強めて未来へとひた走る。別れの時など目の端にも映らないように、そう言い聞かすように。よく出ましたね今。よかった。緊張したよ。でもこれ出るかどうか。でも出てましたよ。よかった。とてもよかったです。ポイントはもうやっぱこの似た者同士の街の中、空っぽ同士の胸で今はもう音程です。バチバチに練習していくしかないんで、はい、まあ、もうなんでここはもう解説不で不可ですけども、歌い方についてはぜひとも白須田さんの方に行っていただいてきっとね、あげていただけるあげてくださると思います。ひた走るはやっぱり地声になってくる、うん、ここはですね、いいえとひた走るで、うん、このわーわーもよく出ましたね。よく見てください。せーの。わー彼の時など、せーの。わー彼の時、面白くてやらせたくなっちゃうで、時など時などで、こっからめちゃめちゃ盛り上がってきます。で、こっからこの目の端にも映らないように、そう言い聞かすように、うん、要はここって迫り来る終わりから逃げていくイメージですかね、どっちかっていうと、うん、うん、なんでこう後ろから追ってきたわけですよ。別れが自分が走ってるところの目の端に映んないくらいぶっちぎって、うん、駆け抜けていきたいわけですよね、うん、なんでここはもうどんどん盛り上がっていく。せーの。わー彼の時など目私にも映らないように、そう言い聞かすように。オッケー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 、とても良かったですね。素晴らしかったと思います。まあ、ということで今回歌っていきましたアポトーシス、いかがだったでしょうか。あ、私ね、はい、誰、またまた俺視聴者にだけが言ってるの俺ね、どうしたの。いや難しかったね。各パートに音程取るのが難しいところがあるみたいな感じかな。そこは基本は繰り返しやるしかないんだ。繰り返しは15分で歌えるようになるとか言ってますけど、ちょっとごめん、無理かもしれない。はい、うがりょうチャンネル。この動画私アカペラで歌ってるのが下にありますので、ぜひとも、聞きに行ってください。そしていつか伴奏があればですね、フルバージョンで、伴奏設定させていただきますので、概要欄貼っていきますので、ぜひとも聞きに来てください。よろしくお願いいたします。そしてこの動画面白かったよ、参考になったよという方はぜひともチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 。チャンネル登録よろしくね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 。